取ります。隊長、副隊長、そう、せーの、職業調査隊。今日の職業はアイドル。職業調査隊。では本日もやってまいりたいと思います、はい、本日の職業は最近ちょっと世間を賑わせているアイドルです、うん、お、はい、ではそんなアイドル、はい、どうやったらなれるんでしょうか。アイドルはやっぱ無敵の笑顔で、あれ、メディアをうならせることが必要なんですよね、うん、職業調査隊。では改めまして、お、アイドルのお仕事についてお話ししていきたいと思います、うん、じゃあまずアイドルのお仕事の内容、アイドルっていう仕事がどういう仕事なのか知ってますか。難しくない。でもなんか勇気をくれるはい、やっぱアイドルって皆さん英語の語源ご存知ですか。あの偶像という、はいはいはい、うん、なのでやっぱりキャラクターとして 3D なんだけど、うん、2D との紙一重のやっぱ象徴的な存在みたいな、女性としてまた男性としてこういう理想の人みたいなのが刺さるんじゃないですかね、うんうんうん、確かにあくまでもこう手の届かない、はい、自分届いちゃダメなんだよね、うん、まあ、最近届きがちだけど、うん、確かにアイコンタスドールなんですか。おお、え、象徴とドールって合わせてアイドルアイドルって言葉があるって言ってたアイドルって言葉があるって言ってた、その言葉ができた理由、それがあって、あ、アイドル、ドールは人形のドールって言ってるの、はい、職業調査隊。CD を売る自分まで何でだじゃあそんなアイドルの仕事の内容どうなっているのか、はい、ちょっと解説していきます、はい、若い世代を中心とした支持層の憧れの存在として、歌や声優、演劇やタレント業を行う芸能人のことです、うん、以前は歌手が主体でしたが、近年ではモデルやタレント兼業で歌を歌うといった活動が中心となります、うん、ライブ活動を主に行うアイドルは地下アイドルと呼ばれますということになって、他は地上アイドルなんだな。だから最近メディア騒がしてるジャニーズ、うん、アイドルですよね、うん、ジャニーズですね。僕はスカウトされたことあります。マジ、はい、小学校上がる前でしたけど、ね、マジか。僕はないですね、ジャニーズ。僕は小学校の時の友達が応募しようとして覚えました。僕小学校5年生の時のあだ名ジャニーズかジャニカワって呼ばれて、いや本当にみんな小学校で見ると僕見てジャニカワって呼ばれたの新潟だからね。ジャニカワだよ。超恥ずかしい。ゆえんは何ですか。え？ゆえんは何ですか。ジャニーズっぽいよねみたいな。ああ、そういうことですね。そう。やばくない？あ、やばいですね。え、当時のあの一線級のジャニーズは誰でした？スマップ。もうその時からスマップ。うん。すげえ。そう。スマップ時を。嵐。嵐だね。俺はもう嵐案外ちゃんと高校生だったからあんまよく分かってない。V6、 V6 そうね、かっこいい子ね。私は世代だから嵐が入ってきて、一緒ですよ。カトゥーン、カトゥーンも中学生ぐらいです。カトゥーンはもう俺もう分かんないですね。あ、ギリギリで生きて行きたくないんですよ分かってないよね、私の時は。私の時はもう嵐全盛だったですね。だったですね。だったですね。だったですよ。嵐の人たちが毎日ドラマ出てましたね、主演で。すごい。職業調査隊。じゃあそんなアイドルになるためにはどうしたらいいでしょう。まあスカウトですね。うん。芸能界はやっぱスカウトのイメージ強いですね。でも AKB はなんかお申し込み。ジャニーズ。ジャニーズもそうです。 オーディション、あ、でもスカウトでしょ。スカウト、うん、勝ち組がスカウトです。ジェニカワは、ジェニカワは申し込みを阻止してる、はい、そんなじゃあアイドルのなり方、なる方法ですね、うん、は一つ目は、うん、芸能事務所に入るってことですね、うん、芸能事務所に入って、その芸能事務所で例えばじゃあアイドル作ります
なった時にそこに入る。なるほど。パターンが入っちゃいなよ。あ、そう。もう一つ、養成所に入るですね。あんまでも聞いたことないですけどね、アイドルの養成所って。吉本ぐらいだな、養成所。ああ、確かに。で、次、スカウトを受ける。でもう一つ、オーディションを受ける。うん、まあ、これが一番主流になるんじゃないかなと思いますね。そしてあともう一つは、ライバーになる。なるほど。うん、今の時代を表してますね。このぐらいですかね、アイドルになる方法としては。5個ぐらい。あとこれちょっとタイミング的にどのぐらいに上がるかわかんないんですけど、うん、あの以前取材させていただいたモデルのモカさんも言ってましたけど、やっぱこうアイドルとかモデルとか人前に出る仕事、結構早いうちからやった方がいいっていうのは言ってましたね。ね、ちょっとやっぱり10代から20代前半ぐらいだよね、多分アイドル。25とかでももう結構言う人がきついって言ってるよね、多分ね、うん、成長過程を応援したいんでしょうね。ああ、なるほど。プロ、オタクプロ。そんな感じですね、アイドルになるためには事務所に入る、養成所に入る、スカウトを受ける、オーディションを受ける、ライバーになる、です。職業調査隊では続きまして、そんなアイドルのお給料どのくらいなんだろう。地下込み、地下込みですね。平均、まあ、そうだよね、地下込みじゃなかったらわけだから、地下込みじゃなかった、地下抜いたら結構どんどんいくじゃないですか。そうだよね、うん、地下込みでいきましょう。地下込み、いや、めちゃくちゃ低い気がする。これもじゃあ月給にしましょうか。月給、はい、え、月給って何万円でしょう。5万円。これ50万とかですか。おじゃあ発表します、アイドルの平均年、平均給与は65万円です。これ見た。だからやっぱりあのトップ層が相当こう、トップ層やばいですね、引き上げてるんでしょうね。で、若い子でもまあ稼げないって言うけど、やっぱり旬を売りにしてるから、チェキとかでもさ、販売とかでも結構生計立ててる気がする。なるほど、そのアイドルのお給料に関してですが、事務所のマージンは個人により異なるそうですが、だいたいギャラの約4割をアイドルの報酬としている例が多いそうです。なるほどね。で、売れておらず給料はほぼゼロというアイドルもいるという、まあ、ちょっと厳しい世界かもしれないです ね。僕の知人は売れてないってことですね。まあまあそうかもしれないね。難しいよね、辛い世界だな。まあ、何がきっかけでね、こう世にバンと出るかもわかんない世界ではありますよね、本当に。はい、というわけで今日の動画は以上になります。はい、このチャンネルでは、職業選択の自由をもっと自由にをスローガンに、いろんな職業を、解説しております。本日の動画は以上になります。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。完璧な愛。完全なポイント。